どうも、ポキューと申します。ついに来ましたね。スタリラに青蘭、舞台少女柳小春、はじめの七木香音さんのボイス聞いただけで、もうテンション爆上がりでしたね。マジで、興奮状態でございます。そしてね、本当はガチャ動画を撮ったんですが、私、とちりまして、なんと音声が入っておりませんでした。結論から申し上げますと、私、舞台少女柳小春、ゲットできました。はい、ありがとうございます。ガチャで柳小春が出た時のね、私のリアクションとかが、全部、音声が、無音だったということで、流せませんので、今回はね、舞台少女柳小春のセリフとかで胸熱なものを紹介していきたいなと思います。では参りましょう。まずこちら、レビュー服の時のセリフですね。皆さん、このセリフ、熱くなった方多いんじゃないですか？私が覚悟を口にしても、鈴とヒサメなら受け止めてくれるはず。もうね、舞台創造家の強者の方はピンときたかもしれませんが、こちら、漫画ですね。舞台シャープ2のコミカライズの時に、小春が言っていたセリフでございます。まあ、少しアレンジされてますけれども、私が覚悟を口にしても、ほにゃららだっていうくだりは、こちら漫画でしか出てこなかったセリフでございますね。いやー、まあ、そうだよね。まあ、言われてみればそうなんだよ。漫画からも、やっぱり、出てくるのは、普通だろうからね。いやー、これ、このセリフがめちゃくちゃ胸熱でしたね。本当に。青蘭ゲットしてから、まあ、ざっくりとね、漫画とか見返して、他にないかなって探したんですけれども、ちょっと見過ごしてるものあるかもしれませんので、もし気がついた方はコメントで他にもこんなのあったよというのを教えていただければと思います。とりあえず次行きましょう。はい、次の小春のセリフですね。役へのアプローチは役者によってそれぞれ違いますから、人の演技を見るのはとても勉強になるんです。まあ、青蘭メンバーは舞台シャープ2の冒頭では、青少音楽学園の第100回青少祭を見学に行っていましたので、役も先生に見学する機会を作っていただいたみたいなことを言ってましたけれども、まあ、小春もやっぱりノリノリだったのかもしれないですね。人の演技を見るのはとても勉強になるんですと、こう前向きなことを言っております。はい、続いてはこちら。天童さんを初めて見た時の衝撃は忘れられません。僕も忘れられません。はい。まあ、マヤ様。まあ、僕にとっては、富田真帆さんっていうことになるんでしょうか。まあ、どっちもマヤ様ですけどね。マヤ様を初めて見た時の、衝撃が、やはり、小春がこんな風に言うぐらいね、記憶に残ってたんだということがわかりました。漫画のセリフだったかと思いますが、小春もね、できるのは当たり前、みたいな感じで舞台少女として生きてきたようなので、気持ちとしてはクロディーヌと同じだったんでしょうね。私はできると。できるのが当たり前。クロディーヌも、私が一番なんだと。そう思ってたところを、天童マヤの登場によって覆されてしまったというようなことなんでしょうね。次がこちら。私たち青蘭総合芸術院舞台学科ステージ専攻は役者と裏方の両方総合的に学んでいます。舞台の全てを知り尽くし極めるのです。こちら今月行われる青蘭の舞台のホームページの方であらすじで明かされていた情報ではございますけれども、青蘭総合芸術院のステージ専攻科、略してステ専は、まあ、役者と裏方、両方を学ぶと、俳優特化、舞台創造家特化みたいな感じにはなっていないっていうことなのでしょうね。次はこちら。稽古にはオンとオフが大事。天童さんに言われた言葉です。ということなんですけれども、これ僕真っ先に真帆さんを思い浮かんじゃいましたね。舞台に上がるとチキドンではなく天童マヤになる。まあ、このセリフマヤ様でもいいですけど、なんか真帆さんの言葉でも十分説得力ある気がします。運営さんは真帆さんのことを思い描いてこのセリフを作ったのでしょうか？ちょっとわかりませんが。あとこの後もちょっと触れると思うんですけれども、初ですね、青蘭の体操着っていうのかな、ジャージが公開になっております。めちゃくちゃかっこいいです。男性でも全然着れますね。まあ、ジャージなんで当たり前か。商品化してくれたら、これはかなりというか、絶対買ってしまいますね、僕は。ぜひ商品化よろしくお願いいたします。次がこちら。八雲先生の厳しい指導は、我々が頂点を目指すためになくてはならないもの。とても感謝しています。ということで、まあ、舞台シャープ2トランジションの後半ではね、ちょっと八雲先生に裏切られかけましたけれども、もともとは八雲先生をすごい信頼していたんだということがわかりますね。いや、本当に舞台シャープ2では八雲も最後にはね、彼女たちの熱い思いを受け止めて、私を乗り越えていきなさいと、自ら壁になる。そんな風になってよかったですね。本当に。続いてはこちら。ちょっと冒頭だけ読みますけど、青蘭総合芸術院舞台学科ステージ専攻チーフとのことです。これチーフっていう情報ありましたっけ？ちょっと漫画で見たような見てないようなちょっと記憶が曖昧ですけれども、まあ小春はチーフということで、まあステ戦のリーダーだということが言われております。さらにもう一つ追加情報ですね。鈴とヒサメには青蘭のサブチーフの名に恥じない存在になっていただかなくては
というねことを言っております。滑舌が悪くなった噛みまくり、まあやはり小春と並ぶ二人にはサブチーフの役職が与えられてたんですね。これは多分初出し情報ではないかと思います。はい、続いてこちら、まあセリフではなくね、スズとヒサメの立ち絵なんですけれども、いやー僕興奮したのがですね、ヒサメちゃんの立ち姿なんですよね。手の位置ご覧ください。手の位置、これヒサメがね初めて出た時にね、なんかセリフ出てこないけど、まだねレビュー始まる前の時にこうやってちょっと上品ポーズ撮ってるんですよね。手を前に組んで、ここがねまさかこの立ち姿が再現されていたのは胸熱でございました。はい、次はこちら、スズが七面鳥って言ってることに対して、マヒルがもしかして四面楚歌のこととね、スズちゃんの間違いを訂正しております。カレンちゃんがほがらかという言葉が出てこなかった時に、まひるちゃんがもしかしてほがらかって、5話のレビューの時に言ってましたけれども、中学時代にすずとこういうやりとりがあったから、もしかするとカレンちゃんには、なんとなくすずと重なるところを見ていたのかもしれないですね。はい、続いてはこちらでございます。こちら何が胸熱かと言いますと、舞台のキャラクターである柳小春と、アニメでしか登場しない、マサイさん、そして雨宮さんと共演しているところですね。まさに舞台とアニメの融合。これは胸熱でしたね。はい、そしてこちらはですね、柳小春の絆ストーリーの、一場面でございます。春の雷、いいですね。こちら皆さん聞き覚えありますよね。そうなんですよ、春雷の一場面がなんと絆ストーリーで見えちゃいます。めちゃくちゃ興奮しました。あと舞台では言ってなかったセリフのやり取りも少しありましたね。最高です。はい、ということでね、ちょっと本来ガチャ動画を上げたかったんですが、ボツになりましたので、急遽こういう動画を用意させていただきました。今日はね、スタリラ実装だけでなく、セーランの CD、ブルーアンセムの発売日でした。まあ私、地方民なので、不可能ではないんですけれども、ちょっとアニメショップが遠いところにあるので、ブルーアンセムはネットで注文しました。ので、まだ届いていない状態でございます。でもね、早く聞きたすぎて、私、配信でも購入しまして、フルバージョンはすでに、聞いております。リプレイも聞いております。もうマジで最高の曲でしたね。で、そのことについても語りたいのですが、ここでは控えさせていただきまして、今月12月12日に舞台シャープ2リバイバルが YouTube で無料配信されますが、私も同時にですね、生配信の枠を設けまして、同時視聴会というのをやはり行いたいと思います。舞台が始まる30分か1時間前か、ちょっとその時点まだ約束はできませんけれども、ちょっと早めに配信を開始しまして、その時にですね、ブルーアンセムだとかリプレイのことについて喋っていきたいと思いますので、もしお時間ある方はぜひ来ていただけると嬉しいです。シャープ2リバイバルまだ一度も見たことないよという初見の方は、私の配信なんかどうでもいいので、舞台シャープ2リバイバルを集中して見ていただければと思います。はい、ということで、ここまで見てくださった方、本当にありがとうございました。もうセーラン最高です。